ステーション。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。さあ、いよいよ9月27日からですね、映画傲慢と善良が公開されるということでですね、まあ今日のラジオは、まあ、傲慢と善良、その映画についていろいろお話できればなと思いますけど、まあ、改めてね、ちょっと、まあ、僕がこの、まあ、原作、その小説に出会ったのが2019年だから、あの時に本屋さんに行って、まあ、手に取って、まあ、偶然読んだ一冊にすごく心に刺さり、なんてすごい話なんだって。もちろん軸は恋愛だけども、個人的にはなんか人生の話のような、やっぱり人生の中でいろんなこう日々選択をしていくっていうことだから、そういった小説、辻村さんの、ね、小説に出会ったのが、だから改めて考えると2019年、いや嬉しいよね。まさか本当に、あのいろんな取材現場とかでも言わせていただいたけど、あの2019年にこの本に出会ってから、まあ、いろんなところで、例えばなんかおすすめのものありますかとかさ、言った時に、いや最近こういう本が、あのと出会いまして、って傲慢と善良という小説がとかっていうのをもちろんあの言ってはいたんだけど、あのその時にさ、これは本気で、あなんかこれなんかテレビとかで言ってたらいつか自分できるかなとかね、ちょっと辻村さんの耳に入ったらなんか辻村さんの他の作品とかできるかなとかっていう思いは本当に1ミリもなくて、とにかくこの作品はすんごいのありますよっていうのをなんかね、あの おすすめしてた、そのとにかく読んでくださいって。で撮影してたのは去年、2年前だっけ、去年か、去年の今頃だよ多分ね、23年の夏ぐらいだったかなに撮影してて、その時にもう、まあ、2019年に発売されたんだけど、2023年撮影時、ね、この映画の撮影時は60万部突破ですっていう感じだったので、すごいねって。やっぱり年々ほら紙でさ本を読む方も減ってるって話も聞くし、60万部すごいって、これ100万部いくんじゃないかって現場で話してたら、やっぱ行きましたもんね、100万部ね。ぜひぜひ劇場でね、見ていただきたいと思います。あなたと過ごす286回目の夜、最後までよろしくお願いします。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2、藤ヶ谷太輔がお送りしています。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこにいるの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや別に。はあ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はあ、ほんと呆れた。たった1分車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。先日映画傲慢と善良のジャパンプレミアがありました。ジャパンプレミアって何？社会とどう違うの？そんな疑問にお答えしましょう。日本で初公開となる試写会のことをジャパンプレミアと言います。今週のガヤビアの泉でした。ガヤこれがへーのあれをもうしてんだなと、まあ何人気づいてくださったかさあ、ということですね、今夜はこちらの企画です。映画傲慢と善良公開直前スペシャルということで、私藤ヶ谷太輔が出演している映画傲慢と善良が今月27日金曜日に公開となります。
ジャパンプレミアはね、9月11日に、行いまして、もう本当このね、日本放送の近くの有楽町朝日ホールでやらせていただいて、で、舞台挨拶、ね、それがこうネットでも配信になったっていうのも、いうことで、このメールをいただいてるわけですね。この配信を見てくださったという方からですね、ヨコピーさんですね。映画傲慢と善良ジャパンプレミアおめでとうございます。リボンがついたブラックスーツとても素敵でした。 YouTube で配信を見て気になったのでメールします。なおちゃんから見たタイちゃんの意外な一面という話題でたくさん食べると話していましたね。小食のイメージなのでびっくりしました。普段は小食でもいざという時はたくさん食べれる胃をお持ちなんですか。とんかつにハンバーガーにしゃぶしゃぶと聞いてやっぱり男の子なんだなと思いました。そしてご当地のものを楽しむのも上手だなと思いました。傲慢と善良、私も小説を読んですごく感銘を受けたので早く映画が見たくて公開日が来るのが待ち遠しいです。撮影エピソードも何かあったら教えてくださいということで、そう、あのね、まあ、実際にその映画の中で、まあ、東京のシーンと、まあ、あと佐賀に行くシーンとかがあって、でそれもまあ、ね、もちろん実際に佐賀県に行って撮影をさせていただいたんだけども、あの今回 の、まあ、その佐賀ブロックというかね、あの泣いたシーンがなかったのよ。要はもうあの夜のシーンが別に削ったわけじゃなくてもともとなくて、だから毎日、まあ、夕方過ぎぐらいに終わるから、それこそうちのマネージャーさんと、あとなおちゃんと、でなおちゃんは映画の時とかはこうマネージャーさんをつけない、うん、からそう3人でちょっとなんかせっかくだしご飯でも食べ行くって、でもちろん現地のものを楽しみながら常に会話はやっぱり傲慢と善良の話とか明日のシーンさとかかけるの気持ちとか、僕かけるって役をやらせていただいて、でなおちゃんはマミっていう役だったんだけど、なんか、ま、マミはとかっていうその結構役の話をしながら毎晩こう呼ぶ子のイカをさ食べ行ったり、あとその唐津バーガーうまかったわ、そのテイクアウト専門のお店なんだけど、すごいなんかね肉肉しかった、うん、ま、感想それだけって感じだと思うけどでもそこ重要じゃん、そのなんていうの、あ、ま、アメリカ行ったらハンバーガー食べてみたくなる感じの、でも全然脂っこくもなくて、でただパッサパサで硬い、あ、これが肉肉しいねじゃなくて、うまみがやっぱすごかったし、あのね、その佐賀牛っていうのかな、あの、あ、甘い、その胃もたれする甘さじゃなくて、あと焼肉行った時焼肉すごい美味しかった。そう、何が違うのって言われたら、まあいや、もちろん東京で食べる焼肉も好きだけど、あのね、やっぱ、あ、甘さだと思うんだよね。うん、で甘くてくどいなじゃなくてさっぱりしてるけど甘くて、で値段が安かった東京よりも。撮影エピソードの思い出、ちょっとさ、撮影エピソードのさ話もしたいんだけどさ、ちょっとこの後ね結構個人的に気になってるのあんのよ。まあだから映画の話とか映画の感想とかをさ、やっぱ気になるなとはまあ思ってはいるけど、そのまあ死者っていうその関係者の方々が見るタイミングで見た方のお話は聞いたことあるの、感想をね。そしたらさ、ここに書いたんだけどさ、この番組のスタッフ佐々木くんが見に来てくれたんだって、このジャパンプレミア。だから直接やっぱ聞いてみたいなと思った感想。いい？ちょっと佐々木くん、佐々木くんこちらいらしてくださいよ、スタジオの。いや俺マジでこれ初なのよ、死者じゃなくて、むしろジャパンプレミアを見た方に話を聞くっていうのも初めてです。あ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ紹介の方をお願いいたします。あ、番組ディレクターの佐々木ですよろしくお願いします佐々木くんといえば多分このねリスナーの方はご存知だと思いますけど、あの私がライブでねこのラジオ藤井大輔ピースフルデイズの告知を忘れたのにいち早く気づき、ずっとあの人って告知しない人なんだって。であれ以来こう MC になると俺はもう告知ブロックでもうドキドキして佐々木くんのためにも自分のためにもね告知しなきゃなんて、そんな思いでありますけども。あ、スタバで並んでさ、そうだ、後ろになんかあの列作ってたよねそうですね、懐かしいね。またスタバ行こうね。
ちょっと緊張するんですけど。さあ、ということで、ちょっと改めてですけど、佐々木くんが、要は、ジャパンプレミアで映画傲慢と善良を見てくれたという。そうですね。ちなみにさ、その小説は読んでました？いや、小説は、読んでなくて。はい。なので、今回の映画で初めて。なんとなくストーリーは、まあ、その予告の動画だったりとか、はいはいはい、まあそういうのは見てはいたんですけど、その詳しい情報とかは全然入れずに、今回見に行きました。はい、ちなみに佐々木くん年齢おいくつですか？今25で。25歳がどう感じたかって、ちょっと、マジで忖度なしで聞かせてほしい。その、これからいろいろさ、宣伝とかもあるから、うん、俺もまだ監督にお会いするしさ、もちろん奈緒ちゃんにもね、辻村さんにお会いするわけで、佐々木くんの感想は、みんなに全部言おうとは思ってる。それだけは頭に入れてほしい。もちろん絶対言うじゃない。ね、ここは言わない俺だけねっていうことじゃなくて、やっぱり共有として、多分これから会うからさ、なんか感想どうだろうねって、やっぱみんな気になってんの、その。で、俺ももちろん気になってるけど、なんかネットで調べるとかっていうことはしてないから、ちょっとズバリ聞かせていただきたいです、佐々木くんの。まあ、本音というか。うん、そう感想を。いや、まあ、正直にもめちゃ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 良かったです。おお、めちゃめちゃ良くて嬉しい。で、入ってもうなんかまず熱気がすごくて、はい。で、なんかもう人もなんかもうみんな歓声とかも結構すごくて、あ、そうか、だから映画の公開だけを見るんじゃなくて、ジャパンプレミアのだから俺登場して、奈緒ちゃん登場してっていう舞台挨拶も込み。で、もうなんか、入って熱気すごくて、あ、もうなんか人もたくさんいるなと思って、うん、で、まあもう始まる前から結構みんなわーわー、キャーキャー言っていて、うんうん、まあでも暑いなっていうのもあって、でもまあ楽しみにしてたので、はいはいはい、で、まあどのアーティスト、うん、まあ、どのアーティストを見ようかなって思っても、いろいろたくさんのアーティストが出てるので、迷って、まあ、楽しみしてたんですけど、まあでも、一番目玉にしてたのは、まあ、イタリアのロックバンドの、マネスキン。うん、イタリアの、マネスキンが、一番見たくて行ったので、マネスキン、それが出てきた時は、本当に盛り上がって、もう、めちゃめちゃ楽しかったですね。何役だ、マネスキン。うん。もう、だから、それが、いや、もう、あれが見れたのが、何の話や長々と。あ、すいません。今年見に行ったちょっとサマソニの感想を緊張していっちゃいました。すいません。何の話や。がっつり準備して。緊張して。いや、なんか、暑かったとか言うから、あ、なんか会場暑かったのかな。で、登場する前からキャー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 。俺、そんなことあんの？俺だ、あっち側は、ほら、知らないから、その、ジャパンのさ、で、あ、舞台挨拶とかかって、なんか俺も丁寧に言ったら、なんか返事もしないかったから、俺、なんかあれかなと思って。え、まあまあまあ。もう一回言って、何を見た時の？あ、すいません、今年夏見に行ったサマーソニックのフェスの感想間違えてた。サマーソニーのフェスの感想でした。どうですか、この準備した素人のボケは。皆さん、リスナーの皆さん、いかがでしたでしょうか。映画ね、傲慢と善良の公開直前のこの大事な放送内で、このボケを考えてきて、長々、俺も引っ張るだけちょっとやってみようかなって、途中からもちろん気づいてました。これちゃうなというのありましたけど、行ってみたものの。もう気が気じゃなかったです。あ、全然止めないなって。全然止め、そろそろ、これ何の話って言ってほしいなって。ちょっと意地悪した。あ、これ、あ、もう絶対違うわ。これどこまで行くのかなっていう。どこまで泳ぐ？だってなんか、チラッチラ俺のこと見てたもんね。そろそろ。そらさ、チラチラ見るんだったら、そういう準備してくるんじゃない？なるほどね。ここはちゃんと使ってほしいわ。自分の歴史として。ね、そうですね。うん。感想この後。ということで、感想はこの後です。さあ、一体何の感想を聞かせてくれるのでしょうか。お楽しみにということで。藤ヶ谷太輔、ピースフルデイズ。
お笑い芸人の永野です。この度オールナイトニッポンポッドキャスト月替わりのパーソナリティを担当することになりました、私ですね、昔中島みゆきさんのオールナイトニッポンを聞いてた世代なんで感慨深い。これは、長野のオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信です。ポッドキャストの歴史が変わる。ライブアズマ2024、福島のアズマ球場で行われる福島最大級の音楽フェスティバル、3回目となる今年は10月19日土曜20日日曜に開催。出演はアクアタイムズ、マンウィズアミッション、ドラゴンアッシュ、JO1、 ハイド、羊文学、クリープハイク、ジオーラルシガレツ、水曜日のカンパネラ、スチャダラパー、エンドモア。東の自然と福島の人の温かみを感じられるひととき。詳しくは公式サイト今すぐチェック。東京有楽町日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷大輔ピースフルデイズ。さあ、今夜はですね、9月27日公開の映画傲慢と善良について、まあいろいろねお話ししていますけども、改めて佐々木くんが見てくださった、まあ、感想をねここで聞きたいと思います。佐々木くんお願いします。いや、めちゃめちゃ良かったです。本当に正直な感想、めちゃめちゃ良くて、うん、で暑かった。なんか暑い、ちょっと待ってくださいね。ここはちゃんとした、ここはちゃんとした。サマソリじゃなくて、ここはちゃんと行く。一回すごい迷って。申し訳ない、ちょっと意地悪なとか出てしまいました。でもちょっとリアルに聞かせてほしい。映画傲慢と善良のジャパンプレミアを見た感想を聞くの俺初めてなんで、もう一人目。そう、うん、恐縮なんですけど、はい、いや、そのさっきもちょっと言ったように、小説は見ずに、はいはい、そのまあまあ、予告とかのね、予告の動画とかを見て、うん、はいはい、それくらいの知識というか、はいはいはい、で見に行ったんですけど、本当にめちゃめちゃ本当すごい面白くて良くて、人間ドラマじゃないですけど、うん、すごい人間味を感じるいい映画だなっていうのが本当に最初に感じた率直な感想です。そう、もともとその小説のね、その原作もそうだけど、美しい部分とか、なんか恋愛でなんかすれ違いとかっていうのとか、なんか胸キュンとかそういうことじゃなくて、やっぱり美しい部分と、やっぱこう人間が持ってる痛い部分、うん、かっこ悪い部分がもう原作にももういっぱい散りばめられてるから、うん、その映画の中でも監督ととにかくこう、まあ痛いところは痛く、かっこ悪いとかかっこ悪くいきましょうって、かっこ悪い映画にしましょうっていうのがあったから。もしかしたらそういうのがこう伝わったのかもな、うん、嬉しいな。見終わった後にまあなんかいろいろ考えさせられる映画だなと。あ、嬉しい。そう、見た後に喋ってほしくて、いろんな人と。そうなんです。もちろん軸はさ恋愛だけど、その恋愛にだけの傲慢さと善良さじゃなくて、うん、いろんなキャラクターがね出てくるから、うんうんうん、その家族とのなんか傲慢さ善良さ、うんうん、ね、友達との傲慢さ善良さとか。うん、あと自分の傲慢さ善良さっていうのがやっぱいろいろ散りばめられてるから、だから最初冒頭言ったように、俺はもちろん軸は恋愛だけど、なんかすごく人生の選択の話、うん、って感じたんですよね。そうか、じゃあやっぱりなんかその25歳とかだと、例えば過去の恋愛とかね、なんかそういうのもこう思い返しながらとか。そうですね、その自分はマッチングアプリはやったことは正直なかったんですけど、まあ、マッチングアプリをやってる人はもちろん、まあ、寄り刺さるところとかも多いと思いますし、まあ、やってない人も、まあ、ある程度年齢を重ねた人だったら、必ずこの映画の中で出てくる言葉だったりセリフだったりが、まあ、確実に刺さるものがたくさん散りばめられてたので、うん、いろんな人に見たら絶対に何か影響を受ける、考えさせられる映画になってるんじゃないかなと思いました。うん、ありがとうございます。もう本当おっしゃる通りで、なんか主人公2人のことだけを見てくださいというよりは、いろんなキャラクターが出てくるから、うん、なんかどこかに当てはまってしまうっていうか、どこかの嫌だなっていう傲慢さに、うん、あれこれ自分そうかもとかね、うん、やっぱ誰かにとっての善良さっていうのは受け取り方によっては誰かの傲慢さになるっていうこともあるし、うん、あとまあ
まあ、大枠で言うと僕はそのかけるって役を演じたんですけど、その、まあ、結婚に踏み切れない、まあ、傲慢さ。で、なおちゃん演じるマミは、その、まあ、自分をよく見せようとする、まあ、善良さ。果たしてそれは善良なのか、傲慢なのか。で、自分の結婚をあと一歩踏み出せないっていうところも、なんかこう、わかるというか、別に、なんか誰も悪いやついない映画なんだけど、なんかみんな悪い。いや、そうですね。ね。そうなんだよね。辻村さんはやっぱりこうミステリーもね、もちろんこうお得意なジャンルだから、その、なんだろうな、犯人探しとかっていう、なんか探偵ものとかじゃないんだけど、その、もちろん軸は恋愛なんだけど、なんか見ていくとこの、誰が悪いっていうか、で悪い人はいるのか、いないんじゃないか、じゃあなんでこうなっちゃってんだろうっていうね、そこの組み立て方もやっぱ辻村さんってやっぱもう、すごいんだよね。よかったです。さあ、じゃあ佐々木くんのね、今熱く語ってくれた感想はもう、僕の心にしまっておきます。ありがとう、佐々木くん。ここはさ、やっぱり、二人の、やっぱり、このラジオでの、こう、培ってた時間があるから、もう、電波にも乗せずに、今聞いてよかったなって。だそのサマソニンとかだけガッて嫌なってる。やばいやつです。で、嬉しいですよ。刺さったというか。でもさ、シーンとかだけじゃなくて、やっぱり言葉刺さるよね、その。言葉がそうですね。あ、やばって思うし。いや、そう。自分もなんかドキってなるというか、ね、あの、結婚相談所、はい、はい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 。あのシーンとか、なんかもう、セリフ、こと一つ一つが、すごい刺さるな。すごいよね。辻村さんが言語化したそのピンとくるってどういうことかとか、じゃあ果たしてその婚活のまあアプリ、婚活アプリとか、まあ、婚活でうまくいく人はどういう人なのかっていうのも言語化してるっていうのが、うん、俺は2019年読んだ時にびっくりしたんだよね。っていうのも、あの、今までなんとなくだけど、うん、自分には経験がないけどさ、よく初対面のに会った時にもうビビッと来て、絶対この人と結婚するって思ったっていう方をいらっしゃるじゃん。でも、俺はそれを聞いた時に、なんか嘘つけとも思わないし、なんかどういう感じなのかなとは思うの。でも、皆さん大体雷に打たれたようなとか、なんかこう、ちょっと、なんか手が痺れましたとかって、あ、だから感覚的なものなんだろうなってずっと若い時から思ってきたけど、なんか自分のまあ、目にした中で、初めてその、なんかピンとくるとかっていうのを言語化してたのが辻村さんだったの。で、これを、この感覚っていうのを、なんか言葉で言う人いるんだと思って、びっくりした。俺は衝撃で。ありがとうございます。心にしまっておきます。辻村さんにも、監督にも、奈緒ちゃんにも絶対言いません。それは寂しい。ああ、そうかそうか。それは寂しい。あと少しね。あ、だから外が暑かったとか。あ、違う違う。やってたね。何のバンドだったっけ、なんかのバンドに。マネスキン。マネスキン。それが覚えてくる。マネスキンに会えたのが良かったね、佐々木くんはね。あ、そこはバッサリカットする。ずるいよ、ずるいよね。ずるいよ、自分の都合の悪いからカットして。いやいや、嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。改めて佐々木くんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、映画傲慢と善良は9月27日金曜日公開です。ぜひ映画館で見てください。よろしくお願いします。ではここで一曲お送りしましょう。映画傲慢と善良の主題歌となります。名取さんで糸電話。浸る、光に、モネに。印象派を代表する画家、クロード・モネ。その晩年の制作に迫る究極の展覧会が開催。マルモッタンモネ美術館から珠玉のコレクションおよそ50点に加え、日本国内に所蔵される名品の数々が東京に集結。大画面の睡蓮に囲まれる本物の没入体験。モネ、睡蓮の時。上野国立西洋美術館で10月5日開幕。詳しくは展覧会公式サイトまで。アンガールズのジャンピンプレゼンツリトルジャンガーミーティング24秋11月17日日曜日池袋サンシャイン劇場にて開催決定。ただいまチケット最速先行申し込み受付中。申し込まないなんて嫌ですわ。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。足元に気をつけてお越しください。
藤ヶ谷太輔ピースフルデイズエンディングでございます。今日は映画傲慢と善良のスペシャルをお送りさせていただきました。いやちょっとオンエア楽しみにしてます。サマソニのブロックがどれぐらい使われているのかと佐々木くんのリアル映画の感想がどれぐらい短いのかっていうのを楽しみにしております。そう、あと皆さんからいろいろこう、まあ、お便りをいただいて、その中でやっぱり一番多かったのは、その映画を見る前に原作を読んだ方がいいですか、読まないで行った方がいいですかっていう質問がすごく多かったんですけど、まあね、ここは一概に正直言えずに、まあ、好みっていうのは大前提ですけど、でも映画傲慢と善良は小説とは、まあ、違うオリジナルの部分もあります。うん、で僕が言えるのは、まあ、原作小説の傲慢と善良めちゃくちゃ面白いです。で、映画傲慢と善良もめちゃくちゃ面白いです。うん、で、演じながらもちろん監督も意識しましたけど、この小説の、なんかこう、ただの実写みたいなのにはしないっていうところがあって、だからオリジナルもそうだし、むしろその原作から出るその生々しさを人間がやるっていうか、なんかそういうのはすごく意識したので、まあ、好みではありますけど、どちらでも楽しめるんじゃないかなというふうに思います。さあ、それではお知らせです。キスマイフット2のブルーレイ&DVD、フォーディアライフが発売中です。そして映画、傲慢と善良は9月27日金曜日公開です。よろしくお願いします。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後は中居正広さんの番組オン&オンエアです。中居さん、先日は誰かと中居で大変お世話になりました。関東では明日オンエアとなります。どこが使われてどこがカットになったのか、1秒も見逃すことなく見たいと思います。餃子の王将を食べながら見たいと思います。オードリー若林です。春日。我々毎週喋ってますけども、ね。喋っている。僕がまあ8割、春日さんが2割ぐらいですかね。全力の2割。もっと喋ってくださいね。へい。オードリーのオールナイトニッポンは今日深夜1時から。お聞きください。まあそうなるよな。日本放送をお聞きの皆様、グリーンボーイズです。グリーンボーイズとして初となる全国ツアー公演、グリーンボーイズイマーシブライブシアター2024ザ・キューブ、どこかに広がる大きな声がを開催します。詳細は日本放送イベントページをチェック。スマホアプリオールナイトニッポンジャムではオールナイトニッポンクロスを生配信中。パーソナリティの生の声をリアルタイムにお楽しみいただけます。番組終了後には本編のアーカイブに加えてアプリ限定のアフタートークも配信中。詳しくはオールナイトニッポンジャムのアプリをダウンロード。
ル、光に、モネに。印象派を代表する画家クロード・モネ、その晩年の制作に迫る究極の展覧会が開催。マルモッタン・モネ美術館から珠玉のコレクションおよそ50点に加え、日本国内に所蔵される名品の数々が東京に集結。大画面の睡蓮に囲まれる本物の没入体験。モネ、睡蓮の時。上野国立西洋美術館で10月5日開幕。詳しくは展覧会公式サイトまで。アンガールズのジャンピンプレゼンツリトルジャンガーミーティング24秋、11月17日日曜日、池袋サンシャイン劇場にて開催決定。ただいまチケット最速先行申し込み受付中。申し込まないなんて嫌ですわ。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。足元に気をつけてお越しください。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズエンディングでございます。今日は映画傲慢と善良のスペシャルをお送りさせていただきました。いやちょっとオンエア楽しみにしてます。サマソニのブロックがどれぐらい使われているのかと佐々木くんのリアル映画の感想がどれぐらい短いのかっていうのを楽しみにしております。そう、あと皆さんからいろいろこう、まあ、お便りをいただいて、その中でやっぱり一番多かったのは、その映画を見る前に原作を読んだ方がいいですか、読まないで行った方がいいですかっていう質問がすごく多かったんですけど、まあね、ここは一概に正直言えずに、まあ、好みっていうのは大前提ですけど、でも映画傲慢と善良は小説とは、まあ、違うオリジナルの部分もあります。うん、で僕が言えるのは、まあ、原作小説の、傲慢と善良めちゃくちゃ面白いです。で、映画傲慢と善良もめちゃくちゃ面白いです。うん、で、演じながらもちろん監督も意識しましたけど、この小説の、なんかこう、ただの実写みたいなのにはしないっていうところがあって、だからオリジナルもそうだし、むしろその原作から出るその生々しさを、人間がやるっていうか、なんかそういうのはすごく意識したので、まあ、好みではありますけど、どちらでも楽しめるんじゃないかなというふうに思います。さあ、それではお知らせです。Kis-My-Fit2 のブルーレイ &DVD、For Dear Life が発売中です。そして映画、傲慢と善良は9月27日金曜日公開です。よろしくお願いします。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後は中居正広さんの番組オン&オンエアです。中居さん、先日は誰かと中居で大変お世話になりました。関東では明日オンエアとなります。どこが使われてどこがカットになったのか、1秒も見逃すことなく見たいと思います。餃子の王将を食べながら見たいと思います。オードリー若林です。春日。我々毎週喋ってますけども、ね。喋っている。僕がまあ8割、春日さんが2割ぐらいですかね。全力の2割。もっと喋ってくださいね。へい。オードリーのオールナイトニッポンは今日深夜1時から。お聞きください。まあそうなるよな。日本放送をお聞きの皆様、グリーンボーイズです。グリーンボーイズとして初となる全国ツアー公演、グリーンボーイズイマーシブライブシアター2024ザ・キューブ、どこかに広がる大きな声がを開催します。詳細は日本放送イベントページをチェック。スマホアプリオールナイトニッポンジャムではオールナイトニッポンクロスを生配信中。パーソナリティの生の声をリアルタイムにお楽しみいただけます。番組終了後には本編のアーカイブに加えてアプリ限定のアフタートークも配信中。詳しくはオールナイトニッポンジャムのアプリをダウンロード。